ごりを誠にありがとうございます。はい、男性もののシャツになりますね。はい、この襟の部分ご覧になってください。ちょっと分かりにくいかと思いますけれども、この辺りがよく色濃く出てますね。はい、着用による変色ですね、黄ばんでおります。はい、素材の方はね、シルク 100% になります。はい、ね、すでにね、クリーニングに一度出されているようなケース、ということでね、クリーニングにね、一度出されたということで、はい、それでも取れなかったということでご依頼いただいております。はい、襟以外には特に、顕著なシミはございませんが、はい、また後で確認しておきます。はい、まず一番気にされてたっておりましたね、お客様の方が、襟の方の黄ばみですね、こちらを処理していきたいと思います。はい、今から漂白を行うんですけれども、すで、にね、あの漂白に対するお品の色のね、耐久性についてはね、確認させていただいておりますのでね、著しく色落ちさせることはないと思いますけれども、ただやはりね、デリケートな素材でもありますのでね、はい、そこは気をつけながら進めていきたいと思います。はい、特に襟の部分はね、摩擦も加わってきつく変色しやすい箇所でもありますのでね、はい、そう簡単にはまあ取れてくれないと思いますけれども、はい、まあ、このような作業の場合はね、まあ、シミももちろんなんですけれども、シミがどれだけ強くついているかというのもまあもちろんなんですけれども、それ以上にですね、素材のね、特に色物の場合ね、漂白に対する堅牢度ですね、染色のこちらの方がもうできるできないのと、左右するね、大きな要素となってきますのでね、はい、状況によってはね、柄の複雑な衣類に関してはね、できない場合もございます。はい、幸いなのね、がしかしはい、綺麗にすることができると思います。はい、なかなかこう、黄色いシミっていうのはね、画面に映り込まない、シミになりますけどね、そんなに差がわからないかとは思いますけれどもね、はい、ただまあ、やっている、当事者から見ればね、もうすでに改善できておりますのでね、金属のような反応も見られましたね。もしかしたら例えば装飾品ですね、ネックレスとされる方なのかもしれないですね。そういったものがね、汗によって金属の成分がね、付着している場合もございますので、はい、じゃあもう少しやってみましょう。はい、まあ、この辺りですね、
まだ一部やってみただけなんですけれどもね、はい、回復しますのでね、はい、ご利用ありがとうございます。はい、シルクのシャツ、襟の黄ばみだったんですけれどもね、はい、綺麗に着用できております。はい、ご利用ありがとうございます。